人。でも悪い人じゃなさそうで安心した。どうしようかな。でも今日ゴミ出さないともう出せる気ないしな。すいません、驚かしちゃって。あの、昨日はすいませんでした。いえ、あの、こちらこそ。あの、すいません、本当に泣きたい。あ、いえ、あの、何度もすいません。あ、私、絶対に何も言いませんから。管理人には守秘義務があるって叔父にも言われてますから。そうなんですね。なんというかちょっと恥ずかしすぎて、あの、正直私すごいやらしい女に見えますよね。あ、いや、それより、あの、奥さんはすごくいい女だと思いますよ。あの、ほっとかないというか、あの、自分だったら、あの、なんだ、もったいないっていうか、なんていうか、そのですね、でも、あ、すいません、あの、結果的に、あの、覗いちゃって、あの、なんてお詫びしていいのかと言いますか、あの、ですね、お恥ずかしいところも見られましたし、あの、もしよかったらちょっとご相談があるんですけど。もちろん、こうなったら私でよければ何でも。あの、はい、吉田さんはお子さんは？あ、いや、うちはいないんです。そうなんですね。それは作らないんですか？まあ、妻がそあまりその気がないと言いますか、だからそんなに してないと言いますかね。そうですか。それで、その吉田さんは満足なんですか？いや、そうでもないんですけど、まあ仕方ないですよね。まあ我慢してます。それで、まあ、なんだろう、時々、その、一人で処理したりとか。そうなんですね。あの、私はすぐにでも子供が欲しいんですけど、あの、夫がなかなか乗り気になってくれないんですよ。ああ、そうですか。それは困りましたね。あの、それでちょっとご相談なんですけど、はい、あの、同じ男としてどうしたら
夫がその気になってくれるのかなってちょっと教えていただきたいんですけど。いや、それは弱ったな。奥様は全然魅力的ですしね。変な話、見ちゃった時ドキッとしてムラムラしました。ムラムラって、はい、ムラムラします。ムラムラでも今で見えますよね。あ、いや、それより奥さんはすごくいい女だと思いますよ。ほっとかないというか、自分だったらまたもったいないっていうか、なんていうか、そのですね、でも、すいません、結果的に覗いちゃって、なんてお詫びしていいのかと言いますか、ですね、お恥ずかしいところも見られましたし、もしよかったらちょっとご悪い人、でも悪い人じゃなさそうで安心した。どうしようかな。でも今日ゴミ出さないともう出せる気ないしな。ないかな。今のうちに行っちゃおうかな。すいません、驚かしちゃって。昨日はすいませんでした。いえ、こちらこそ。すいません、本当に泣きたい。あ、いえ、何度もすいません。あ、私、絶対何も言いませんから。管理人には守秘義務があるって叔父にも言われてますから。そうなんですね。なんていうかちょっと恥ずかしすぎて、正直私すごいやらしいんですか。いや、そうでもないんですけど、仕方ないですよね。我慢してます。それで時々一人で処理したりとか。そうなんですね。私はすぐにでも子供が欲しいんですけど、夫がなかなか乗り気になってくれないんですよ。ああ、そうですか。それは困りましたね。それでちょっとご相談なんですけど、はい、同じ男として相談があるんですけど。あ、もちろん。こうなったら私でよければ何でも。
吉田さんは、お子さんは？あ、いや、うちはいないんです。そうなんですね。それは作らないんですか？まあ、妻がそあまりその気がないと言いますか。だから、そんなに してないと言いますかね。そうですか。それで、その、吉田さんは満足な